どうも、エルザです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。で、そうね、開始早々いつもと画面違うんだけど、ちょっとデータのロードとかアイテムいろいろ見てたらね、いつの間にか右側の、これだね、影の結晶石がガラッと変わってたんで、ちょっとこれ見たいなと思ってね。で、影の結晶石は、そうだね、ザンと倒してから形が変わったのかな。多分そうだと思うんだけど、まあ持ってたものを取り返したって感じなんだろうね。じゃあ行きますか。はいはい、外出よう。もう残すわって感じだよね。ラスダンじゃない？そろそろ。ガノンドルフはザントを利用して光の世界に蘇ったんだ。これでハイラル城を追う結界の正体が分かったぞ。奴はきっとハイラル城にいる。ゼルダ姫が危ない。光の世界に戻ってハイラル城に急ごう。会話はできないね。おーっと言ってるけど、特に買い物もできない感じか。そうなると、何を使うかはいろいろ考えようだね。とりあえず戻ろう。じゃあこのままあれかな、ハイラル城の方かな。はい、じゃあ飛びましょう。うん、相変わらず結界が張ってあるね。エルザさん、いますか？元気やな、いつでも。ほいほい、お手紙を届けまいりましたと。3通ね、ありがとう。やっぱ、てって来てね。音楽ならないからね。で、手紙は何？これか。あれからハイラル中の石像に例の呪文を試してみたけど全滅だったよ。もうがっかり。でもこんなこと、こんなこと読み切ってたら天国の親父におられちゃうからね。もう一度かかりこ村の教会に戻って何か手がかりがないか探してみろ。君もまた何か情報を見つけたらぜひ教えてよね。これあれか。俺、正直さ、多分、ジャットは、なんであったっけって、シャットかって感じなんだよね。サブクエっぽい気はするんだけど、全然俺、接点思い出せないんだよな。地下にいたぐらいで、なんかあるんだろうね。まあ、それか、シャットに関しては、あれかもなー、過去作かもねー。これ正面でいいのかな。
もう覚醒すると、そもそもの姿が全然違うね。あればやばい。まあでもおかげで結界が剥げたっていう感じか。じゃあ、ハイラル城攻略していきますか。どっち？掴む？押す？そっか、ハイラル城攻略すんのか。いやーね、トアプリ、そうだなー、ムジュラと時岡はまだリプレイだから、この辺りの懐かしさはわかんない。おい。来るんじゃねえ。おー。ちょっと待ってねー。あれ？これ、ワンちゃんの方が。意外と隙間塗ってくるね。うまいね。わあ、やろう。あ、これは大変そう。じゃあ、まず右側から、攻略していこうか。あー、まあ、敵かー。お？なんかあれだよね、ゴブリンおばさんっぽいよね、今回ね。しかもね、ほとんど無音なんだよ。回転切りが当たんない。よし、当たった。あとは君一人。ほい、とどめ。そっか、戦闘か。まあ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 。あんだけ出てくるのはちょっと。変えそうなの、あー、こうかな。クローショットではないね。あれ、よし。で、この奥で、あー、なんかまた出てきそうな雰囲気がある。でもなんかお宝あったね。おー、お久しぶり。この俺が遊んでやるぜって。お前逆に遊んでやるわ、お前。なんか持ってるね。はい、うわ、ダメージ高っ。入ってー。あー、2発。ないんかい。
い。やばいやばいやばい、回転がやばい。でも後ろが取れたから、うい。ほいほいほい、これで終わらせたい。もうちょいかな。よっしゃ決まった。いけ。なんでなんでそんなに急に優しいの。小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉を開く鍵、ここでしか使えない。俺たちは強いものに従う、ただそれだけのこと。意外それは意外。エルザ、あいつ喋れたんだな。うん、わかる。それなら最初から喋ってよってなる。よし、了解。そしたら一旦ちょっと回復アイテム買いこっか。いろいろと、回復アイテム探してたんだけど、ちょっと奥義が気になってさ、探しに来ました。で、どこにあったかっていうと、とある村。忘れられた里だね。はい。こちらの方にあったんで、ちょっとワンチャンなって、最後の奥義を持った状態で、行こうかな。マジか、めっちゃ投げな。合ってる気がしない。まあまあなんとかできたね。じゃあ最後の師匠との遠吠えやね。古の奥義もらいましょう。最後だね。剣をその手に我を探し求めるが良いと。でもこれよく見たらハイラル城だね。さあどちらへ。おお、入り口だ。じゃあなるほど、早速お邪魔しますか。最後ハイラル城っていうのもちょっと考えもんだよね。またますます正体はあの人なんじゃないかなっていう。どうも師匠。
ついに時は満ちたか。お前に教える奥義もこれで7つ目。最後の奥義はそれを使う者の真の勇気が試される究極の秘技。真の勇者のみが得られるこの奥義、お前は手にしたいと願うか。はい。よかろう。ではその前に、例のごとく以前教えた大ジャンプ技量を使いこなすスキルか試させてもらおう。よし、確かに我が奥義。では、最後の奥義。大回転斬り。あー、やっぱそれか。しかと体に刻め。お前が基本の剣技として身につけている回転斬り。数々の奥義を習得し、真の勇者の魂を得出したお前には、その回転斬りの威力を増幅する力が備わったのだ。だが、その力を引き出すことができるのは、お前の生命力が満ちて溢れている時のみ。マックスの時か。さあ私に回転斬りを繰り出してみよう。通常の回転斬りでいいのかな。あ、ちょっと赤い。見事な技だ。繰り返すがこの奥義はお前の生命力が満ちていなければ使える。はーい。威力アップって感じだろうね。ついに全ての奥義を手にしたな。勇者として生を受けながら後世にそれを伝えることのできなかった我が無念もようやく晴らすことができた。幾多の戦いを終えてなお曇りなき眼で未来を見据えるそなたなら必ずこのハイラルをアリヒシの神々がめでた大地に戻すことができるだろう。さらばだ。ひるまずに進め、我が子よ。あ、そっち？あー、じゃああれじゃん。ほんと初代の頃、ね、スーファミとかのね、あの親父か、我が子か。そうだね。だって親父が死んで、その、剣と、盾を持って旅したのが最初だよね。ここはちょっとスーファミを思い出した。マジか。じゃあこれ左側も行ってみよっか。まあ大回転斬りがそんな使えるとは思ってないけど。いや、使えるわ。ただこれだけしてれば OK だった。まあでもちょっと範囲が広がってると助かるね。お、うわならなければね。はい。これいたー。せっかく試したかったことあったのに。通常の回転斬りしたらどうなんだろうと思って。あ、しかもこれ牛ちゃんいるね。イノシシちゃんか。イノシシちゃん、あー、いたいたいた。便利だよね。ただただちょっと急にどうした。あー、ひるんでたんだね。
いはい。おお。これあれか、ブーメランか。えい、お、1、2、3。これ順番あるな。壁の向こうが気にならないか。入り口にあるかもしれない。ちょっと調べてみないか。あ、あったね。全然飛んでくれないな、草ね。あ、やべ。1、2、3、4。あー、雷の動きに。か、1、2。なんか最初の頃を思い出すな。最初もなんかあったよね。風の神殿だったかな。ほんと最初のマップだね。最後の1個いらなかったね。はい。これで OK。あ、じゃあ右側行ったらボス、左側は攻略みたいな感じか。でもこれで終わりなんかな。あ、でもそんな感じ。右側行けんの。おい、これ倒して、おい、イノシシちゃん使ってこれだけか。あー、細かいところ見るとあるっちゃあるね。いや、多分通れるだけか。あー、まあまあ、じゃあ正面行こっか。さあ、正面、中入っていこっか。おお、相変わらず。ちょっと暗めだね。了解。そしたら、今回はここまでにしましょうか。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。次回は内部探索だね。内部探索して、まあ、できるだけ、ラスボス前まで、行きたいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。